マーリンウェスコフ・メルツァーは世界初の汎用電子デジタルコンピュータであるエニアックの6人のオリジナルのプログラマのうちの一人であるエニアックのプログラミングのために配線を変えているプログラマルース・リターマンとマーリンウェスコフ・メルツァーはフィラデルフィアに生まれ1942年にテンプル大学を卒業したその年の終わり彼女は加算機の使い方を知っていたことから ペンシルベニア大学、ムーアスクールに計算士として雇用され、天候の計算を行った。1943年からは、弾道軌道の計算を行った。これらの計算は、手動の卓上機械式計算機を使用して行われた。1945年に、彼女はエニアックの最初のプログラマの一人に選ばれた。エニアックは、黒い8フィートのパネルを40個備えた巨大な、 装置だった。プログラマは装置を介してデータとプログラムを処理するために3000個のスイッチと多数のトレイにある電話交換コードを使用して物理的にプログラムする必要があった。メリッツァーはルース・リターマンと共にはエニアックプロジェクトの特別な領域の一部を担当した。アナログ技術を使用して彼女らは弾道起動方程式を計算した。1946年。 エニアックは一般大衆と報道機関の前で公開された。当時、コンピュータで作業している女性にについては世間にはほとんど認識されていなかった。この間、エニアックは非常に重要な装置になり、ハードウェアを制作した男性エンジニアはすぐに有名になった。しかし、そのソフトウェアを作り、実際に機械を動かした女性たちはすぐに歴史から姿を消した。メルツァーは、 1947年にエニアックがアバディーン性能試験場の弾道研究所に移される前に結婚のために退職した。メルツァーはシェアアミライブラリーと日曜学校でのボランティア活動を行っていた。彼女はまたニュージャージー州ユーイングのグリーンウッドハウスで10年以上にわたって食事の提供を行っていた。晩年の4年間彼女は フィラデルフィアのスーザン・ビー公免財団のために化学療法を受けた患者のための帽子を500個以上編んでいた。メリッツァーは2008年12月7日にペンシルベニア州バックス郡ヤードリーで亡くなった。1997年、メリッツァーはエニアックの他のオリジナルのプログラマと共にウィメインテクノロジーインターナショナルの女性技術者の伝堂入りを果たした。 この賞は科学技術のコミュニティに対して女性が行った顕著な貢献を認め、賞賛し、促進するために1996年に見てによって設立されたものである。ペンシルバニア大学における彼女のエニアックでの仕事は2010年のドキュメンタリー映画トップシークレットロージースザフィメールコンピューターズオブ W2 で紹介された。ありがとうございます。